世界税関機構本部世界税関機構は1952年に設立された関税制度の調和と簡易化を図る国際機関である。条約上の正式名称は関税協力理事会であるが1994年6月以降は世界税関機構をワーキングネームとして使用している。本部はベルギーのブリュッセル。事務総局長は 三栗や国を。1950年12月15日に作成された、関税協力理事会を設立する条約に基づき、同条約が発行した1952年11月4日に、加盟国17カ国により設立。1953年1月26日、第1回総会が開催された。 2019年8月現在の加盟国、地域は183。最高意思決定機関として総会が設けられており、加盟国の税関当局の最高責任者によって構成されている。総会の下には、政策委員会、財政委員会、常設技術委員会、統一システム委員会、完全評価技術委員会などが置かれている。事務局では、事務総局長のもとに、 関税、貿易局、監視、手続局、キャパシティビルディング局という部局が置かれている。世界税関機構の主要な活動は次の通りである。日本は1964年に加盟。現在、13名の職員を派遣している。2007年12月、日本政府は2008年6月に行われる事務、総局長選挙に、保護事務局次長である。 ミクリア国を候補者として推薦。2008年6月の保護総会において、ミクリアが事務総局長に当選。2009年1月1日から就任した。2013年6月の保護総会において、ミクリアが事務総局長に再選された。2018年6月の保護総会において、ミクリアが事務総局長に参戦された。 ワールドカスタムズ・オーガナイゼーションから183メンバーズ。ワールドカスタムズ・オーガナイゼーション。2019年12月20日、閲覧。AB、ホコ。財務省。https www.mof.go.jp customs。タリフ、トレード、インターナショナル、ホコ。 インデックス HTML2018 年7月3日閲覧世界税関機構時期事務局長候補の推薦について外務省 https コロンスラッシュスラッシュ www.mofa.go.jp スラッシュ MOFAJ スラッシュ GAIKO スラッシュ WCO スラッシュ REC0712 HTML2018 年7月3日閲覧 保護事務総局長、ミクリア氏が再選。せん。くぬニュース。https コロンスラッシュスラッシュ qnew-news.net ダッシュスラッシュニューススラッシュ2018-7スラッシュ 2018070203.html2018 円7月3日閲覧ありがとうございます。